今週ゲストの歌子お姉さんは言わずと知れた初コン、うん、そして今月 MC のアッキーナこちらも言わずと知れた初コンですが、うん、お二人から見たくんの可愛いところを語ってほしいです。来たねこれ。レインナップスとしてのかっこいい姿し、ね、そして配信などで見せる年相応のあどけなさや可愛さをリスナーとして今まで見てきましたが、うん、お二人の視点から見たくんの魅力を語っていただきたく初めてメールを送ってみました。うん、よろししくお願いします、うん いやマサルくんがこのおたよりもとか欲しがるねマサルくん違うんだってこれださっきあっきーなに読んでくれって言っ欲しがるね言ったじゃんあっきーなに読んでって言ったのにさ自分から丸裸にされたがってんじゃん違うだってこれ本当にあきーな読む流れだったんだって台本さんやば欲しがるなえどうですか歌子お姉さんなんかこうここがこうマサルくんの魅力だなみたいなとこありますあの私はですねマサルくんはあの かっこよく言おうとしているじゃないですか。うん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 に可愛いっていうところですかね。ああなるほど。可愛くなっちゃうみたいな。なっちゃう。声も<ー>とかすると結構イケメンなんですよね。うんうんうんイケメンな振る舞いをしてくれて、そこがすごくいい。ああ可愛いと。はい。なる,な,るなるほど。そういう本当にショタが大好きなので。うん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 。<laughs> ここあの俺ここにいるのめっちゃ辛いのであのえ文化放送さん俺だけちょっと部屋の出せな,いなんか僕はな,な,なんか僕は<の>はいさ、はい草さんのも聞きたいそうです僕はやっぱねまさるくんはねこうやっぱこう真面目なところが一番やっぱ可愛いかなと思いますねあ<ー>絶対こうちょっと中学生だから本来ちょけたかったりするけど、うん、やっぱそれをなんかこうやっぱりはい、はい、なんだらうこうあのもう年齢的にも大人と話す機会の多いじゃないですか。 だからこうやっぱ真面目でいようとするその心がもうすごい可愛いなって思いま、うん、本来はもっとあも<う>あ、ま、甘えたりとかしたいとしはずなのにしっかり者でしようというところがすごい。

ちょっとこうなんか、うん、あの企画とかでふざけちゃっても、やっぱ、ね、根、ね、が真面目なところにじみ出ちゃってるのがもう。可愛いなと思いますね。すごい尖ろうとして、ああ、うん、うとしてるのに。<ー>真面目。みたいなとこが、ねうん。ちょっと、あの、うまく取れないか、まさか、ししし。だ、だめだよ。いや、もう、もういいよ、もう次、てよ俺、読んじゃうよ、次のも。俺、<laughs> 読んだ、読んでくれないなら俺が読むよ。こういうところも可愛い、ね。<ー>うん、そうそう、あの、照れ隠ししちゃうところも可愛いですね。うん。うん はい。じゃあまあちょっといじめたところで次読みますね。えっとラジオネーム前髪のびのび太郎さんからいただきました。いやいいっすよねやっぱお兄ちゃんお兄ちゃんって言われたいっすよね。ああお兄ちゃんいいっすね。いいっすよね。うん昇天感してお兄ちゃんって言われたいな。ちょ今さる君一回だけちょっと今ちょっともう俺のことをその同僚とか一回抜きにしてちょっと一回だけお兄ちゃんって言ってもらって一回だごめんここれはちょっと。 え、あの名前とかじゃなくて、じゃあじゃあきなお兄ちゃんでいいよ<れ>じゃあこれは飽きなお兄ちゃん？おお<ー>。あ、え私のことも歌子お兄ちゃんって呼んでくれませんか？<笑><笑>お兄ちゃん,んお、お兄ちゃん、え歌子お兄ちゃん？ゃんがいいあ可愛い,い。え、うん。これでいいの？これがいいの？あでも俺もお兄ちゃんと呼ばれたいなあマサルお兄ちゃんって。 二人呼んでくれないですか？あれ？あ、なんで？呼んだじゃん！俺は呼んでくれないの？うん。ももっとエッチに呼べます？呼べませんかね？歌子お兄ちゃん。なんかあの欲しがってるなんかほなんかねだりする感じでちょっとじゃあ歌子お兄ちゃんちょっといいですか？それ言ったら言ってくれる俺のことも。まあ考えますよね。まあそうですね。考えます。欲しがるって。歌子お兄ちゃん。 あ,あ、いいね。何？な、な、なんか今変なエコー聞こえた気がするこれ。えじゃあ、えー、次のニュースを読みますね。これまだ読んでもらってないよ。ありがとうございました。待って、えー、ラジオネームコンビーフさん。